河合町です。こちらは河合町のイメージキャラクターの砂丸です。砂丸は人が大好き、好奇心旺盛、天真爛漫なキャラクターです。そんな砂丸のモチーフなんですけれども、河合町に広瀬大社という神社があるんです。そこの砂掛け祭りというお祭りから誕生したキャラクターです。砂掛け祭りというのはその名の通り砂を掛け合うお祭りなんですね。なぜ砂を掛け合うのかというところは、実はその砂を雨に見立てて五穀豊穣を祈るお祭りだからなんです。そのお祭りは毎年2月11日にいつも行われていますので、ぜひお越しください。ちなみに砂丸の誕生日も2月11日なんです。他に奈良県の河合町では黒豆を特産品として作っています。その黒豆は大和の黒豆河合ブラックという名前で売り出されているんですけれども、10月の中頃になると枝豆として美味しく食べられるシーズンがやってきます。一つ一つ大きくて奥も深い、甘みもたっぷり、本当に美味しい枝豆ですので、ぜひ一度食べてもらいたいです。他に河合町には宇間美丘陵公園という奈良県下最大級の公園があります。秋になるといろんな花々が咲き乱れて本当に綺麗ですので、ピクニックにもおすすめです。他にも河合町では御朱印帳という取り組みを行っています。皆さん御朱印帳というのは聞いたことがあると思うんですけれども、神社お寺に行ってもらう御朱印帳の古墳バージョンと考えていただければ結構です。河合町には古墳や遺跡がたくさんありますので、河合町に来た際には御朱印巡りもおすすめです。最後になりましたが、ここ名古屋から河合町までおおよそ2時間から2時間半あれば行ける距離ですので、皆さんのお越しを砂丸と一緒にお待ちしています。奈良県河合町でした。ありがとうございました。砂丸ありがとうございました。続いては王子町の駅丸の登場です。 PR お願いいたします。皆さんこんにちは。奈良県の王子町からやってまいりました雪丸です。この雪丸というのは犬ですけれども、王子町にだるま寺というお寺がありまして、そのお寺に石造物石としてお祭りされています。聖徳太子が飼っていた犬で、お経が読めて人の言葉が話せて、自分が死ぬ時には遺言をして亡くなったというふうに伝えられています。で、そのだるま寺なんですけれども、このだるま寺というお寺は、だるま大師が飢えて道に伏せていて倒れていたのを聖徳太子が助けたという話から、できているお寺になります。だるま大師が倒れて伏せていたということは、だるまさんが転んでいたということで、王子町では4年前から全国だるまさんが転んだ選手権大会というのをやっております。皆さんがおなじみ昔遊びのだるまさんが転んだを競技にしまして、優勝を競うという大会をだるま寺をメインにやっております。このだるまさんが転んだ選手権大会、実は今度9月の29日にこの久屋大通りパーク芝生広場というところで、名古屋大会を開催することになりました。おかげさまでチームを募集したところ、もうすでにチームたくさん集まっておりまして、今から出場していただくのは残念ながら難しいんですけれども、ぜひ1回ですね、だるまさんが転んだどんな風にやってるのかなっていうのを芝生広場の方に、今度9月29日日曜日です、午後から、始めますので、ぜひ皆さん見に来ていただきたいと思います。それからブースの方でもこの可愛い雪丸のグッズを販売しておりますので、向こうの奥の方でブース販売しておりますので、ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。雪丸です。どうもありがとうございました。雪丸、ありがとうございました。続いては、大和高原観光振興協議会から、東吉野村の日吉ちゃん、山添村の天丸の登場です。大和高原東吉野観光振興協議会は、奈良県の東部高原地域にある宇陀市、曽爾村、三井村、山添村、
東吉野村の一市四村で構成しております。今日は山添村から天丸姫、東吉野村からひよしちゃんが駆けつけてくれました。まずは天丸くんのご紹介をさせていただきます。天丸くんは山添村にある鴻山に住むとされる伝説のカラス天狗をモチーフとしたキャラクターです。奈良県北東部に位置する里山文化が色濃く残る山添村は、大和茶や豆倉大豆など美しい自然環境で育った農産物が特産品です。鴻山は鍋倉系の景観の他に有数の星空観測地としても人気です。来月6月にはツツジ食材イベント、11月3日には山添やんばる祭りが開催されます。続きまして、ひよしちゃんのご紹介をさせていただきます。ひよしちゃんは日本で捕まった最後の日本狼をイメージして誕生いたしました。東吉野村では美しい自然の中でキャンプや登山などアウトドアを ご満喫いただけます。また柚子が特産品で、今日は人気の柚子シロップなどをブースにて販売しております。来月13日に小川祭り、27日に東吉野でポタリング、11月4日からは滝のライトアップが行われます。また本日はソニ村からソニ村観光大使の吉田桃香さんにお越しいただきました。ではソニ村の PR の方をお願いいたします。こんにちは、すいません。私ソニ村だけちょっと生身の人間なんですが、改めましてソニ村観光大使吉田桃香と申します。よろしくお願いいたします。私のふるさとソニ村にはですね、ソニ高原という場所がありまして、標高849メートル、名古屋城およそ17個分上空にございます。ススキがあたり一面に広がって、これからの季節幻想的な風景を楽しむことができます。土日祝日は、渋滞が予想されますので、平日がおすすめです。ぜひこの秋をソニ村でお過ごしになってはいかがでしょうか。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。すいません、最後にですね、大和高原地域の他のイベントもご紹介させていただきます。まず宇陀市では10月から11月に今年の干支タツをテーマにタツ巡りのツアーを行わせていただきます。また11月中には室寺にて紅葉のライトアップを予定しております。また今年も宇陀ソムリエ検定を実施予定です。続きまして、三重村では来月14日スポーツの日に101メートルの廊下を使ったザ・ゾンビンダッシュ2024 in 三重を開催いたします。本日はブースにて各子孫の特産品販売や地ビールの販売、ひよしちゃんや天丸くんのキャラクターグッズの販売を行っております。ブースナンバーは21です。皆さんぜひお立ち寄りください。ありがとうございます。すいません、改めましてありがとうございました。キャラクターの皆さん、素敵な PR ありがとうございました。会場の皆さんにも奈良県各地の魅力が伝わったかと思います。奈良県のブースでは奈良県の特産品を多数取り扱っておりますので、ぜひお立ち寄りください。ありがとうございました。